加藤先生からの2万円で募金総額は10万円になりました。募金は学級委員の橋本真由美さんに預かってもらうことにします。はい、責任を持ってお預かりします。ない、あなたが本当に恨みを晴らしたいと思うなら、その赤い糸を解けばいい。糸を解けば私と正式に契約を交わしたことになる。恨みの相手は速やかに地獄に流されるわ。地獄。ただし恨みを晴らしたら、あなた自身にも代償を支払ってもらう。